つい先ほど、元横綱朝青龍ことドルゴルスレン・ダグア・ドルジさんが佐賀県の山口義則知事を訪問しました。その目的とは一体。朝青龍さん、今いらっしゃいました。一歩一歩の歩みが重いです。体が大きい。今日佐賀県庁を訪れた元横綱の朝青龍、山口知事とおよそ15分間対談しました。なんかえらい優しくなりましたね。そうですね、先立ってないですね。だって、ね、もう、いや俺もほら結構オリンピック選手とか来るから目でわかるもんね。今回佐賀県庁を訪問した目的は、日本食が好きでふるさとのモンゴルに日本の食べ物を広げたいという思いから。ある意味日本とモンゴルがものすごく近くなりましたね。近いですよね。日本の品の付き合いが非常に良くなったんですけど、経済的なことは全然遅れてるから。そう、そっちに対していろいろ地域が元気出して美味しいものとかしてあればぜひとも叩いてウェーブになりたいなという気持ちがあります。国際国ができたことに対してすごい嬉しく思っているんです。今後は佐賀県の和牛や米、フルーツなどの輸入ルートの確立を目指したいとしています。